こんな感じ。もう全部皮むけちゃって、なんかね、パジャマ着るのも痛いし、布団が当たるのも痛くて。おいけ、ちゅいけ、こいけだよ。皆さんこんにちは、こいけりなです。今日はですね、以前からお話ししてる、またやだ、ここにハンカチ置いてたまあいいや以前から私がお話ししてる、たまに肌荒れしちゃうみたいな話をしたんですけど、多分動画見てる人でもそういう人がいると思うので、皆さんと懐疑的なことできたらいいなと思って、肌荒れについて皆さんに相談したいと思います。私がなんか画像で振り返ったんですよ。そしたら、私が最初に肌荒れが起きたのが、肌荒れっていうか、その限度の違う肌荒れが起きたのが、最初が2015年にまずまぶたから発症したんですね。その時の写真が、軽めのやつで言ったらまあこんな感じで、なんかあの片目だけなんか見えみたいな感じで、めっちゃ目が腫れて、まぶたの上と下がなんかゾウさんみたいな感じになったのが始まりで、その後はもうずっと目だけだったんですよ。で、なんかその後、このこめかみとか顎とかだけ、一部分だけなんか皮膚の素材がすごい乾燥してるみたいな、皮むけるみたいな状態に陥って、だいたいなんかすごい乾燥した時とかって、オイル塗って、まあ、ワセリンとかでこうポッ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 ってやったら、だいたいなんか治ってたんですけど、なんか何にも吸収しないみたいな、何塗っても全然吸収しない感じの肌になって、で、まあ怖いから病院行くじゃないですか。大体そういう風になっちゃった時って、お医者さん次第なんですけど、ステロイドを出されることがあって、ステロイドってなんかちょっとやっぱ副作用があったりするんで、お仕事の時どうしてももう今すぐ治さなきゃいけないって時だけステロイド塗るようにしてて、でもなんかやっぱり治らなくて、で、その後レベル2、これがなんかもうすっぴんの状態で、これ分かった、もう色が沈着しちゃって、もう片目だけめっちゃアイシャドウ塗ってるみたいな感じになっちゃって、で、その時お仕事する時はあのもう赤いから、すでに赤紫みたいな色してるから、あの必然的にもう片方のアイシャドウもそういう系の色にして、そういうメイクみたいな感じにしてやってたんですけど、全然治らなくて、その後事件が起きて、2017年にあの寝てって、で、朝起きたらこう全身皮膚がそのゾウみたいな、ゾウじゃないですけど、なんか皮むけてるし、もうなんかもう皮膚が皮膚じゃないみたいな感じになっちゃってて、で、その時の写真が、ちょっとこれ本当になんかびっくりすると思うんですけど、これなんですよね。なんかもうね、痛くて、朝起きたらもう痛くて、で、腫れてるし、痛いし、で、なんかなぜか血が出てるし、で、なんかもう顔を水で洗うほどすら痛くて、でもやっぱりこの時もお仕事があって、で、病院が空いてる時間に仕事がない時がなくて、病院に行けなくて、で、そうなるとやっぱりメイクしなきゃいけないじゃないですか。だいたいメイクってコンシーラーとかポポポって塗ったら隠れるんですけど、ここまでなるとあんまり隠れなくて、あんまりっていうか、まあこう分かりますよね、塗っても乗らない感じ、本当に痛いし、で、メイクするから、まあ、もちろん洗顔しなきゃいけないし、メイク落とししなきゃいけないし、なんかもう なんか燃えるような痛さで、痛いみたいな、で、結局そのお仕事が終わってからね、1週間ぐらい行けなかったのかな、病院に。1週間ぐらいもうこの状態で、で、撮影の空き時間に、本当にあのいつも行ってる病院とかじゃなくて、近所のその撮影場所の近くの病院に行った時にすごい怒られてこの状態でメイクをしてはいけませんみたいなことを言われて、いや、でもね、メイクしなきゃいけないからダメなんですよっていう話をしたんですけど、でもやっぱりここまで行っちゃうと、こうステロイドを塗って一回治してからステロイドを抜くじゃないけど、そういう治療をした方がいいんじゃないかって言われて、で、まあこの時はさすがにステロイド使ったんですけど、でもね、なんかなかなか良くなんなかった。これなんかちょっと
あれですけど、体もなんかもうこんな感じ、もう全部皮むけちゃって、なんかねパジャマ着るのも痛いし、布団が当たるのも痛くて、水に当たるのも痛くて、もう本当に一生裸で痛いって思ってたぐらい本当に痛くて、こうなっちゃってね、さすがに辛くて、いろいろ試したんですよ。で結局検査して、アレルギーの検査とかもしたんですけど、これっていう原因は分かんなくて、結局なんかまあ例えば花粉とか、まあなんだろう、なんかまあトマトはちょっととか、そういうなんか分量とかは分かるんだけど、なんか皮膚とかまあどの病気もそうだけど、これです、これをやめたら治りますっていう、なんか 100% のあれがないじゃないですか。だからもう本当に分からなくて、この時は本当に悩みましたね。結局なんかいろいろ試して、でなんか治ったんですよね。治ったんですけど最近はまた違うタイプのやつが出て、最近のやつはなんかどこで写真撮ったんだよっていう写真なんですけど、なんかこういうやつ、なんかこう浮き出てくる、なんか線みたいなのがいっぱい浮き出て、これはもう全身で浮き出てきて、なんか自分で、あ、こうじゃないかなって思うのは、なんか食事した後とか体温が上がった時、代謝が上がった時にこう出るのかなっていう感じで、こればかりは本当に分かんなくてね、多分なんか調べたらっていうか、まあお医者さんにもアトピー性皮膚炎だよとは言われてるんですけど、アトピーってなんか本当に悩みますよね。薬ばっかり塗って、それで副作用で何十年ってなっちゃうこともあるし、薬をやめて治んないってっていうのもあるし、何がいいか分かんなくて、とりあえず私がやってるのは、まあ、ハーブティー、デトックス系の飲んだりとか、化粧品とかもあんまり強いの使わないようになったりとか、あとあんまり洗顔をしないようにしたとか、なんか朝とかはもう本当にこう洗うのもいいの分かんないですけど、何がいいのか分かんないですけど、私がしたのは朝洗わず、コットンにたっぷり化粧水つけて、なんか拭き落とすとか、そういうことをしてみたりとか、なんかね、いや、こればっかりは本当にわかんない。やっぱりそういう人が身近にいるわけではないので、私の場合身近にそういう人がいなかったので、本当になんかめちゃくちゃネットで調べたし、いろんな人になんかそういう人いますかとか聞いたりしたんですけど、こればっかりは正解がわからないので、この YouTube いろんな人が見てくれて、こういろんな人がコメントしてくれるので、こういう場があればなんかみんなでこう知識を分け与えるじゃないけど、こう共有してみんなで頑張って直せたらいいなと思って、今回はそういう動画にしてみました。私もそもそもメイクがあんまり得意じゃなくて、いつも全然濃いお化粧とかしないんですけど、なんか突然こういう風になっちゃってたので、いつなるかわかんない。もともとちっちゃい時からアトピー持ちとかそういうわけだったわけじゃなくて、ほんと20歳過ぎてから、2015年だから5年前か、私27で5年前だから22ですよね、とかで突然なったので、皆さんも見てみてくださいじゃないですけど、まあそういう風になっちゃった時はあまり落ち込まず、なんかね、あれですけど、みんなで頑張って直しましょうっていう、とりあえず第1弾してみましたまた会ったらまた報告させていただきます。じゃあみんなで頑張ろうね。バイバイ。